今、日本は本気になって総合的な国力を強くしていかなければいけない。そういう時期に入っている高市氏は16日午後、新潟県南魚沼市の JR 浦佐駅近くで、新潟5区、上越市などから出馬した前職の高取修一氏64の応援に立った。党内の保守派グループ、保守団結の会の代表世話人も務める高取氏は、 総裁選で高市氏の選対幹部として奔走した。2021年の前回衆院選では、立憲民主党の梅谷森氏、50、230票差で敗れ比例で復活しただけに、重複がない今回は敗水の陣だ。高市氏は演説で、総裁選を振り返り、負けてしまうと悲しい。陣営はほとんど干されたと言われている。それでも私は、 高取修一さんは閣僚として活躍できる人だ、と新しい総裁、石破茂首相にお願いしたと語った。さらに、私の力不足でかないませんでしたが、皆さんの力で国政に送っていただいて、真剣に国のことを思っていて、真剣に地元を愛している高取修一さんを働かせてやってくださいと訴えた。高取氏も、私は高市早苗さんを総理大臣にしたい。 選挙が終わったら、私を国会に戻していただいて今後は私が竹地野さんを応援する番だ。高市政権を作って地方に元気を、活力を。と激励した。高取陣営の幹部は、危機感がある。高市氏の地元入りは、初めてだが、相当、パワーは、あると思う。支援者の男性、54、は、石場先生は言っていることが言ったり来たりする。 高市先生ははっきりし安心して政治を任せられると語る。